したもの、増えたもの、見えなくてもここにあるもの、気づけたのはあなただからありがとう、僕も強く生きていくよ、という歌詞にしましたね。まあ僕はもうまだね36年、長いような短いような、まあまだまだ人生は長いかもしれませんが、その過程の中でもなくしたものもあれば、もちろん増えたものもあって、そう今見えなくてもそうこの心の中にあるものもある、そんな風にそう気づけたのはやっぱり自分一人ではなくて、自分以外の誰かがいてくれるから、そういうなんかいろいろな大切なものがなんか見えてくるなと思って、こんな歌詞に、しました。なくしたもの、増えたもの、見えなくてもここにあるもの、気づけたのはあなただからありがとう、僕も強く生きていくよ。ここはね、なんか珍しく君という歌詞ではなくあなただからという歌詞になりました。なんででしょうね、わかんないんだけどね。なんかこう君っていうよりもなんかあなたっていう方がなんていうのかな、より大切な人というようななんか響きがあるのかな、難しいな。でもなんかそうここの部分あなたという歌詞が出てきました。それはね、理由はないかもしれないけど何かきっときっと意味があるんだなと思います。歌ってるうちに見つかるのかもしれないね、見つからないかもしれないけど、こんな歌詞になりました。明日この続きまたお届けしていきます。あとちょっとでねこの曲も完成ですので、どんな言葉がつくのか楽しみにしていてください。毎日こうやってお届けしています。なかなかね、忙しくてバタバタしててやべやべやべってなる時もあるけど、ね、ほんとこうして続けていけてんのは本当になんかみんながいてくれるからですよ。誰も見てくれなかったらとっくにやめてると思うし、喜んでくれる人がいなかったらやる意味もないし、そうだから本当に本当にいつも見てくださってありがとうございます。これからもね誠心誠意心を込めて歌っていきますので、一緒に音楽楽しんでいきましょう。10月7日横浜サイト、まだまだもうね本当に広い会場なんです、でかい会場、今までの人生の中でワンマンライブやると、したら一番大きい会場なんです。まだまだチケットございます。なんとか目標を達成して来年につなげたいと思ってます。当日本当に本当に幸せな笑顔で、僕もみんなも一緒に過ごせるように、準備をしています。まだまだチケットございますので、ぜひ、お友達をまだまだ誘っていらしていただけると嬉しいです。もう自分一人の力では本当に微力だし、本当達成できる目標ではないなと、今むちゃくちゃ感じています。大きい目標立てたなと感じています。ぜひ力を貸してください。みんなで本当に素敵な時間にしたいなと思います。ぜひお友達を誘って遊びにいらしてください。よろしくお願いします。10月7日横浜大サイト、待ってます。今からでもチケット、ご予約、そして、ライブでお買い求めいただけると嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。待ってます。小山純一でした。また明日。